はい、今回のですねこの映像っていうのがですね、福井県の吉田郡永平寺町にある永平寺緑の村運動公園というところですね。ここ野球場があって、ちょっとで高台にあってですね、こんな感じで周りはもう田んぼ、綺麗ですね。これ画像を見てもらうと、ドローンで飛ばしたんですけども、で奥に川が流れるのが福井県でめちゃくちゃ有名な九頭竜川ですね。ここはですね、2月になると桜マスが釣れる川であって、今の時期6月からだと鮎釣りがね、皆さんお客さんがいっぱい来る場所になります。皆さんね、永平寺と聞くとですね、永平寺町ときはやっぱ永平寺っていうお寺さん有名ですよね。私もね、高校の時東京住んでたんですけど、修学旅行で福井県に永平寺行ったことがありますね。まあこっちに引っ越してきてからも行ったことのある場所で、もうほんとね、周りがこーっと田んぼと山ですね。でここからね、少しね行くとですね、勝山、いや要は恐竜博物館があるところがもうここからすぐです。まあそういう自然がいっぱいある場所というのが、まあここ今日練習した場所になるんですけども、まあここね、グラウンドがあってですね、なんかお寺さんみたいのもあったり、ちょっとなんかね、私も初めて行って、今左側に見えるのがあれが北陸自動車道ですね。あ、違いますね、中部循環自動車道ですね。今ねこれ作ってる最中ですね。これ今無料なんですよ。まだ全部出来上がってないので、出来上がったらまあ有料にはなると思うんですが、今無料なのでね、こっち来た時ぜひね乗ってもらえるといいなと思います。まあこんな感じですね、福井県の案内になってしまったんですけども、ぜひね、まあこういうこれからの時期、夏に向けてはこの緑がねすごいいい季節になってきますので、私はどちらかというと海行くよりもまあ山の緑の方が好き派なので、ぜひね、福井県また遊びに来てみてください。まあ本当何もないんですけど、ちょっと看板に熊出没注意って書いてあったんで、本当熊には気をつけて遊びに来てくださいって言っても、まあ朝晩とか夜中しかいないと、日中にはいないと思いますので、まあそこまでそれは冗談としましてね、この中部自動車道がね、循環自動車道がね早くできると、またいろんなところ行きやすくなるので楽しみです。こんにちは。今日このね、前回したらフルで終わりとか言って嘘ついちゃいました。ダブルチーム、要はサンテクのダブルチームをやってなかった。でこれさ、でもチームによってだいぶ何種類かある。そうですね、まあ大まかに言うと多分3種類ぐらいかなと思うんですけど、ただね、パワーオフタックル今シリーズ化してやってるじゃん、はい、これ今バーって結構な数あるじゃん。これってでも4-3だけなんだよね、2バックの。そうですね。これが例えばガンの、まあ、セットバックでもいいですけど、1バックになったらまた違くて、これが4-4になったらまた違くて、でこれが3-4とかアンダーディフェンスになったらまた違うじゃん。これってやっぱアメフトの1プレーってめちゃくちゃ精度上げようと思ったら大変だよね、はい、これをいかにやっていくかなんでね。はい、パワーですって紙配って終わりだったら、ほぼほぼ強いチームには勝てない、はい、強いチーム勝つためにはどうするかって言ったら、精度を上げてやっていかなきゃいけないなっていうのがすごいあるんで、そこをすごい考えていきたいと思うんですよ。でじゃあ今日はじゃあパワーの3テク、どういうブロックがあるのかまず説明して、細かいところはまた次回やっていこうかなと思うんで、やっていきます。じゃあ行きます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もしライフチャンネル。はい、そしたらね、わ、違う、君三テクだからね、はい、君三テク、右ガード、右タックル、じゃあセットします、右タックル、はい、でこの状態になって、例えば普通のオーバーディフェンス、要は三テクについているディフェンスだったとする場合ですね、じゃこの時どういうブロックがあるかって言った時に、まずよくあるのがコンボブロックっていう言い方、聞いたことあるんですか。はい、あります。うん、でコンボブロックって俺はすごい欠点があると思ってて、それなんでかっていうと、なんか全てが中途半端になるような感じがあるから、例えば藤子ってラインバック入ってます、はい、なんかね、よくある、私全然使わないですこれは。よくあるコンボブロックっていうのが、例えばこれ左足から正面出します、で
こっちを出して、こう、ちょっと触って、こういくブロックだよね、コンボブロックよく言われてる、はい、これね、なんかね、日本代表の YouTube も見たんですけど、ラインバッターにやられてます。これなんでやられるかって言ったら、もう基本こっちに出してこの中途半端に行って、こうなってここを行かれるか、こっちを行かれるかっていう、ここでショルダーがこっちを向いてしまってるために、この2レーンを上げてしまってるというパワーの取り方があるんですけど、いや、これはでも不正解とかはないので、でも私はおすすめしないというのがあるんですよ。じゃあこの時のコンボブロックっていうのは、基本多分こっちにスランと来ても、多分これと当たるって当たって抜けるっていうイメージで、多分ブロックやってるんですが、あまり美味しくないかなっていうのがあるんですよ。じゃあどういうブロックがベストなのかって言った時に、今私の中で頭にあるのは、まあ普通のダブルチーム、ダブルチームとオンサイドスクープっつって、バックサイドスクープのこのオンサイド側でやるパターンのオンサイドスクープ、それとあとハイレッグっていうブロックですね。この3種類が一番無難かなと思うんですけども、例えば普通のダブルチームっていうのが、こう3ピクにいます。で、同じ左側を出してブロックとして縦に押す、でラインバッターを巻き込む、これができれば多分一番ベストかなと思うんですよ。ただこれは何が難しいかっていうと、この2人がラインバッターがちょっと中途半端に来た時に、両方でグワッて抜けてしまうパターンが結構起こりうる。これ一番最低のパターンなんですよ。これをやってしまうのが一番ダメなのと、ここがコンビネーション、要はダブルチームの時にピックをしっかりくっつけられなくて、この状態でこうやって抜ける、それで顔を出されてしまってるということも避けたい。これも避けたいんです。だから本当に強くて、ちょっと話飛んでしまうんですけど、ダブルチームって多分さ、イメージ的にさ、こう押すイメージがあるでしょ、はい、なんだけど実際はそれは押せないんです。ここで例えばこう押したら絶対隙間が空くんだよ。だからどっちかしたらほとんど真横、一回閉じてから押した方が、なんかね、イメージこうじゃなくてドン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 だね。このイメージを覚えておくとダブルチームは打ちやすい、わりかし。さっきの1個目っていうのは、もうちょっと、うん、真横よりもちょっと前、ただのダブルチーム、はい、うん、それと、じゃあもう2つ目、オンサイドスクープってなります。オンサイドスクープっていうのは、パワーオフタックルはここを狙うんだけど、こっちがバックサイドスクープみたいな取り方でいく。例えばこうやったら、スイッチ君が左足から出す、ここはこっちから出していく、ここのプレーに対してこういう風にいきます。この状態でラインバッターが来たらこう取る、でラインバッターもうちょっと速くこっち行って、でラインバッターが速い段階でこう来た、こっちからこっちからこっちからブロックをする、でここを突っ込むという形の、これがオンサイドスクープですね。でもう一つあるのがハイレッグという言い方もとか、まあちょっといろいろあるんですけど、今度はこっち側で左足からまっすぐ出します。でこっち側はアウトチャージをまず消しに行く、消しに行ってこれ、でちょっとドーンって、まあ要はシールブロックの肩で行くバージョン。で、ね、シールブロックっていうのは基本まっすぐ出してこういう風に行くのに対して、ここの三テクを何が何でもどけたいということがあるので、まっすぐ出してここでドーンって、このパターンがあるんで、ここはね、チームによって、オフェンスコーディネーターによって。インスタグラム、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。今言ったのが、だから4つのうちの、昔のフットボールだったらコンボブロックってよくやったんだよ ね。ただラインバッカーのスクレープが取れなくなってきた、ラインバッカーが速くなってきたんで、あれはほとんど使わなくなったっていうのは現状なんですね。でそこでじゃあ残り3つのブロック、これはオフェンスコーディネーターの好みでいいと思うね。ただ絶対やってほしいのが3テクを縦に押す、これが絶対なんだよ。だから3テクを弾いてどかそうなんて、そんなことよりもとにかく縦に押してロスを下げる、ロスを下げることによって前回やったプルのレーンが綺麗にもっと行きやすくなるということを覚えておいてもらえると、今回の動画は伝わるかなとは思うんですけど、まあちょっとこの練習方法とかコンビネーションの詳しいのはまたね、今後展開していくので、また見てください。だ、息切れちゃった。喋るって疲れるよね。どうぞ、うなずいてる。はい。
何部だっけ、例の生物部の長島です。はい、タケちゃんね。そうですね。タケちゃんまだ生きてんの？どうですかね、僕が卒業するときには結構もうおばあちゃんだったんで。どうでしょうね、まあ、亀はマネと言いますし、多分元気なんじゃないですかね。でもさ、それってさ、OB としてさ、そんだけ育てたならさ、はい、たまに見に行かないもんか。見に行ってますよ。行ってんの？はい、お盆とかにすって帰ったときに、学校のチャットで見たときに。学校チャットで見えんの？訪問するんですよ、その時に生物部ちょっと。やっぱ OB が来る、おお、どうすかですか。最初はそうだったんですけど、だんだんともう僕の知らない人ばっかり乗っちゃってて、君誰って、はい、君誰って、すげえ変な人来たって、このヒゲもあって、はい、まあそんな感じなの。はい、そんな感じです。だって藤井コーチ高校剣道でしょ。はい、そうです。ちょっとどんな感じでしたか。ちょっとこう空振りだけど、この足なんかこうすごいと、なんかこう、なんか見たいです。おはようございます。足こう、で、なんかこう、なんかこういうふうにやってるな。ああ、そう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 、これすごい、これ見たい。お願いします。腹だって持ち上がってる。おお、やってみて、これ難しいんだよ。これ違うくない？両足飛ぶの？いや、両足飛ぶんですけど、基本はすり足なんですよ。だからこれを速くするような感じ。やっぱ生物部は無理だ。スパイクが、スパイクずれちゃいます。スパイク。剣道、何？面白い？全然面白い。それまずいな、それ。なんだ、剣道入ったの？いや、もう昔から剣道やってたんで、やっぱずっとやってったら、やっぱ上の方を目指したくなったんで、ずっと続けてた感じです。剣道痛いの？痛いです。痛いんだ。いや、普通になんか防具以外のところに当たったりとかするんで。超痛いじゃん、ただの怖いやつ。避けたりとかすると、なんかこの辺とかも刺さったりとか。刺さったとかできる？あ、できます、できます。怖っ。え、ちょっと何部、帰宅部の何部？こちらのフットサル部です。フットサル部ってあんの？ありますか。あっちはソフトテニス。あ、ソフトテニス。ちょっとラケットの足みたいに、ラケットのさばきだけ。もうテニスコートだから、ちょっと。はい。ちょっと。まあまあ、ちょっとすめ、全然ずれて、しょうもないネタになりました。はい、そんな感じで、パワーオフタック、じゃあこれで一回締めよう。締め、閉じるんで、またね、これはあって教えないと分かんないでしょ。いや、これは分かんない。分かんないし、図解もしなきゃいけないし、ただ本当に勝ちたいならこれを極めていかなければ、俺はもうフットボールはこれから始まってもいいぐらいの大事なプレーだと思うんで、ぜひね、皆さん今までやったやつを最初からもう一回見てください。で、分かんないことあればなんかまたご連絡ください。はい、じゃあ今日はここで終わります。ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。